おはようございます。九州の真ん中よりちょっと上の日田温泉喜山亭ホテル女将でございます。昨日お掃除しておりましたら、玄関からと三隈川の方からスズメが2匹迷い込んできました。きっといいことがあるなと思っておりましたら、東京恵比寿からお見えの札幌ビールの社長様にお目にかかることができました。大変嬉しかったです。喜山公園の散策や朝日も体感されて大変喜んでございました。札幌ビール工場、こちらからすぐ川の方から札幌日田工場も見えます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。日田温泉喜山亭ホテル女将でございます。